さあ、それでは登場していただきましょう。一発目、イレイホノカちゃん、そしてオロッコッコダンス部の皆さんです。大きな拍手。
きな夢。ありがとうございます。レイホノカです。そしてオロ高校ダンス部の皆さん、本当にありがとうございます。改めまして自己紹介します。私はオロ高校2年生のイレイホノカです。将来 K-POP アイドルを目指していて、歌やダンスを頑張っています。TikTok や Instagram もやっているので応援してくれると嬉しいです。そしてここにいるオロ高校のダンス、皆さんのダンス、皆さん見たくないですか？見たいですよね。ありがとうございます。ということで、オロ高校ダンス部の皆さんにも踊っていただきましょう。ではよろしくお願いします。どうぞ。あ、音声トラブルらしいです。ちょっとだけ話しますね。私は元オロ高校に入ってた時期があるんですけど、その本当に今までいろんなイベントでオロ高校さんとバックダンサーとしてコラボさせていただいて、すっごくもうオロ高校の大ファンなんですよ。もしここに高校1年生で部活入ってなくてオロ高校の人がいたら、ぜひオロ高校ダンス部の方に加入の方お願いします。いいですか？では行きましょう。どうぞ。私の曲になっているんですけど、次は揺れずみアップという洋楽の曲になっております。音楽の方お願いしていいですか？ OK です。この揺れずみアップという曲はですね、洋楽の曲なんですけども、日本語訳するとすごい困難に立ち向かった時、大きな壁に立ちはがった時に、あなたのおかげであなたがそばにいてくれるから私は頂点のトップに立てる、そういう曲になっております。今コロナの時期ですごい我慢したりとか制限されている時期ですが、コロナの収束を願って私は今回今日歌いたいと思います。聴いてください。揺れずみアップです。
少しだけ余談に入るんですけど、ここ今ハイバルなんですけど、私の地元がそのお隣のユナバルっていうところで、こんなにユナバルから近くでイベントができたことがほのかにはとても嬉しいです。なのでそのために今回は一曲ユナバルのことを思って曲を準備してきました。聴いてください、ビギンさんの島んちの宝です。皆さん最後まで盛り上がってくれますか？盛り上がってくれますか？ありがとうございます。では最後の曲に参りましょう。ヨルシカさんのただ君に晴れです。お願いします。夜に浮かんでいたクラゲ
楽しんでいきましょう。